を全員に見られる。老人性遊世とも言う。黒く表面がガサガサの主流。放置すると盛り上がりが強くなることもある。中年期以降、顔、体などに形成される。手のひら、足の裏以外に生じ、50歳以上では80%以上の人々に生じる。良性の腫瘍。この中には、癌も含まれるため心配なら皮膚科を受診のこと。 悪性でないので、通常は治療は行わない。しかし、美容目的で切除を希望する人もいる。凍結療法では、液体窒素で細胞を餌死させるが、痛みは強い。凍結療法では一度で改善がある。保険適応。レーザー治療では、半年ほど紫外線防御が必要で保険適応外のため高額となる。以上では、 手術するのが医師となるため通院が必要となり傷跡、色素沈着のリスクもある。表皮の入れ替わりを促すために、レチノイドのタザロテン外用薬では、自宅で自分で外用薬を塗ることができる。15人での調査では16週間で約半数に改善効果があった。レチノイドのトレチノインの外用薬では6週間後に改善効果が見られた。 そこで、レチノイドのトレチノインの透過率を高めるため皮膚に、そのまま溶けるマイクロニードルの技術を使った薬剤伝達が開発されている。ありがとうございます。